私は君の弁護士だぞ。味方じゃないか。そうだ、俺は消防士でこうして人間助けてたんだよ。お前の命を俺が助けてやったんだ。お前の命もう俺のものとも言えるよな。お前のことをどうこうしてもいいってことだよな。やめろ！ランさんだ。いきなり何なんだよてめえら。お前のせいで守君が木の上にウェイされたんだろうが。そうだ、え、そっち。そうか、お前ら特殊消防官か。インチキお助けマンの殺人集団じゃねえか。いいね、ずるいな。私たちもいます。プスプスコメント、プスプスコメントさん。本当に喋っているな。自我が残っているのか。生への執着や意志が強いと生前の性質が残りますが、あそこまでのは初めてです。こいつは逃げ場なしか。分かった、降参するわ。何？お前らが殺人集団じゃないなら許してくれるよな。判決では俺は無罪だ。殺すわけにはいかねえよな。なあ！あいにくお前のようなクズを許せるほどお人よしでもない。やっぱり人殺し集団じゃねえか。お前らがホムラ人を殺すように俺も人間を殺して回るぜ。近江大隊長、おい死んだ。あいつに追いつけるのはお前しかいない。しかしあいつ自我が。あいつはもう人間じゃない。気持ちはわかるが大隊長、シンナ、あいつの言葉に耳を貸すな。あいつを処理しろ。よし行け。はい。処理、信仰、自我のあるあいつを。ヒナはすまない。いいんです、あなたはいつでも俺たちの光でいてください。俺がやらなきゃまた罪のない人が傷つく。俺がやる。鎮魂する。この町はまるでおもちゃ箱だな。どいつで遊んでやるか。え？え？人のお楽しみを邪魔しやがって。俺が消防士時代に何人助けたか知ってんのか。ホムラ人時代に何人か殺しても文句ねえだろ。お前は消防士時代にも殺してんだろ。足し算引き算もできねえのかこのバカは。助けた数と帳尻合わねえんだよバカ。違う、ヒーローだ。大将の新人隊員から2回のアドラバースト反応を観測。あの新人は当たりだな。しかし自我を持つホムラ人を消されるのはもったいない。回収に出るぞ。炎は魂の息吹、黒煙は魂の解放。待て、ちょっと待ってくれよ。シスターの祈りはねえけど、お前には十分だろ。灰は灰として。俺だって死ぬのが怖えんだよ。せめて最後くらいシスターの奴らから祈りを抜けな。しょうがないな。多分シスターたちもここに向かってきてる。それまでおとなしく悔い改めてろ。そうするよ。救いようのないクズだな。クソが、何がヒーローだ。うるせえ、もう黙れ。鎮魂してやる。第5特殊消防隊大隊長プリンセス火花。このホムラビトは第5で処理する。なんだよいきなり。離せ。連れて行け。はっ、待て。そいつは第8で鎮魂する。横から出てきて勝手なことしてんなよ。私は大隊長だぞ。歯向かう気か。俺の上官はあんたじゃない。くそ、何しやがった。第8の下っ端小砂利が、砂利は砂利らしく地べたに敷かれていろ。砂利砂利砂利わめくな。私に踏まれた時だけ泣いておれ、小砂利め。なめろ。あなた方第5のやり方は少し横暴じゃないですか。なめろと言っている。俺は真面目に話をしてるんだ。取り押さえろ。フィフスエンジェル3参上。邪魔だ、どけ。おい、国民の安全を守るのが消防官だろ。お前ら第5はどうなってんだよ。ガキ一人尻餅ついただけだろ。焼いたわけじゃない。冗談でも子供を焼くとか言うのかお前は。消防官が何たるか教えてやる。かかってこいよ第5。第8の二等消防官新楽坂部が相手してやる。面白い。